クロアチアになりますけれども、はいはい、闘争心もあるしレベルの高い選手は揃ってるので、うん、だそれがしっかりこう揃った時の彼らのパフォーマンスレベルっていうのはやっぱクラブで見せてるものを超えるんで、まあ、前回大会ベスト16で日本と対戦したベルギーコンディションの悪いアザールとルカクを無理やり使って失敗とかってシナリオはゼロではないですね。ベルギーが分かんないよってところをちょっと加味して考えると、うん、意外にだからモロッコもチャンスあるかもしれない。そうですね。なるほど。今回も前回に引き続きワールドカップ特別編ということでですね、今回はグループ F を徹底解剖していきたいと思います。白鳥さん、グループ F 一言で表すとどんなグループですか？はい、ベルギーとクロアチアがまあ二大本命みたいな感じですかね。はい、まずは各国の基本情報からおさらいしていきたいんですけれども、はい、まずベルギー、どんな国ですか？ベルギー今 FIFA ランク、最新だと2位。2位。はい、2位ですね。はい、で3大会連続14回目の出場。うん、前回大会は史上最高の3位でしたね。うん、で、まあ、4年前から比較するとコンパニとベルメーレンという選手がまあ引退はしましたが、はい、センターバック2枚ですね。センターバックですね。その代わりまあクルトワ、アルデルワイレルド、ビッツェル、ムニエ、デブライネ、アザール、うん、カラスコ、ルカクなど、まあ、その黄金世代って言われる選手たちは未だにまあ健在かなという感じですかね。うん、で監督のマルティネスはもう在任7年目なので、うん、まあ、結構長きにわたってこうチームをビルディングしてきたような印象はありますね。うんうん、でアシスタントコーチは、前回も言いましたけど元フランス代表のアンリで、うん、あと OB のベルメーレンも今入ってるみたいですね。なので、まあ、ちょっとそのベンチも結構豪華だなっていう印象はありますかね。なるほど。東田さんには戦術であったり監督のことなど聞いていきたいんですけれども、うん、まあ、前回大会ベスト16で日本と対戦した時のベルギーと変わってるところ、はい、変わってないところ何か特徴的なものありますか？基本的なスタイル、はい、フォーメーションは変わってないと思うんですけど、はい、主力が、まあ、4年年を取ったんですね、うん、みんな、うん、でエデン・アザールはなかなかトップフォームに戻らず、うん、ルカクもちょっとわからない、うん、デブライネは未だにスーパースター、うん、あとはどうなんですかね、若い選手が少しずつ出てきてるので、うん、レスターのファースとか、はい、まあ、ここら辺がそのスタメンに入るかどうか、ベルトンゲン、アルデルバイレルト、はい、まあ、もうなんかキャリアの最終局面に来てます、うん、ベルギーに戻ってるので、うん、ここら辺の選手の状態がそのワールドカップを取るっていうところで考えた時に、うん、達してるかどうかですね。うん、で枠組み自体は変わってなくて、そんなにあの細やかな戦術はないと思ってます、うん、まあ、ピークは過ぎたかなって思ってます、うん、ベルギーは、うん、それでもまだ力はあるんですけどもってことですね。うんうん、お二人から見たこう注目選手、いやもうそれはもうデブライネしかいません。デブライネはい、スーパースターです。うん、僕はまあデブライネ以外だとやっぱそのさっき闘争おっしゃってたアザールがマドリーに移籍してから、うん、まあ、怪我もあるし出てもなかなか調子が上がらないと、うん、そういうところで、まあ、今シーズンもマドリーではほとんど出てないので試合に、うん、デブライネが、絶好調な状態プラスアザールもいい状態ってなるとかなりチームとしては脅威になるかなとは思いますけどね。あとはやっぱり前と後ろをつなぐポジションがすごく重要で、うん、日本だったらその中盤のセンター遠藤と森田でしょ、うんうん、だここがですね1人目はビゼルになるんですかね、うん、今アトレチコにいますけど、もう1人は例えばレスターのティーレマンスか、はい、エバートのオナナか、うん、オナナっていう選手まだまだ若いんですけど、うん、すごく身体能力が高くていい、ね、うん、カバーレがめちゃくちゃ広いので、うん、今のベルギーだとなかなかティーレマンスが出ると、うん、なんかもう雑用で終わっちゃうんですよ、うん、すごくあの理解のレベルが高くてテクニックもいいもの持ってるんですけど、うん、この 3-4-3 だとどうしてもなんか中盤のセンターはハードワークベースじゃないと務まらないんで、どうしてもベルギーでプレーするティーレマンスはなんか僕からすると輝けないなと思ってるんで、そうするとまあビゼルももう年齢的には結構上がってるので、もう一枚の中盤のセンターを誰にするのかなっていう、オナナとかあるかなとか、まあ9月のシーズンは出てると思うんですけど、なるほど。ということは少しピークから過ぎているけれども、まあ、実力はあるよと、うんうん、まあ、ただグループリーグ突破っていうことで考えれば、はい、まあ、大本命と考えていいことですね。硬いかなとは。あともう一人ブライトンのトロサールね、うん、あトロサールね、ここら辺が、はい、
まあ、今のアザールだったらトロサールの方がいいと思います、うん、だそういうなんか今旬だよいいよっていう選手を選ぶかどうかです、うん、マルティネス監督がそうです、うん、結局その実績を頼ってっていうことになると、ね、うん、思ったほどベルギーはうまくいかないかもしれないです。そこに関してはちょっと批判もあるみたいですね。やっぱり今あのマドリーであんだけ出てないアザールを代表に呼んで試合に出すっていうところどうなんだ、その辺はやっぱあるみたいなんで、本大会に向けて監督がどういう決断するかっていうところちょっと見ものですからね、やっぱりね。続いてカナダですけれども、白鳥さん、はい、どんな国ですかね、はい、カナダはですね FIFA ランク41、はい、でもう9大会ぶりなのでかなりですよね。前回出たのが1986年、なメキシコだ、うん、はい、メキシコ大会ですね、うん、それ以来になります。で、まあ、北中米カリブ海予選は、8勝4分け2敗で、これメキシコとアメリカを抑えての1位突破だったんですよね。なので北中米カリブ海予選の、まあ、サプライズチームというか、うん、そういう感じでしたね、まあ、最近そのサッカー協会が、まあ、主要都市 の, そのトレセン強化だったりとか、うん、あとメジャーリーグサッカーに何個かチーム入れたりとかしたんですね。トロント FC と か, だからその辺とか、あと国内のプロリーグもあの立ち上げたりとかもしたんで、うん、まあ、結構その協会主導のあの強化策っていうのは結構まあ実を結んだのかなっていう印象はありますね、うんうん、でまあその流れでそのバイエルのデイビスだったりとかリールのデイビッド、あとポルトのエウスタキオとか、まあヨーロッパでね活躍している選手もどんどん出てきたので、うん、まあ、そういったところが本大会行きにつながったかなと。監督の、ハードマンはちょっとなかなか異色の人で、もともとニュージーランドとカナダの女子代表をやってた人なんですよ。でそこでまあ実績を作って2018年の1月に、うん、まあ、男子の A 代表に監督就任と、うんうん、でまあ男子と女子のワールドカップで指揮する史上初の監督らしいです、はい、まあ、あのあまりこう我々日本人からすると馴染みがないカナダ代表なんですけれども、はい、うん、戸田さんこれどんなサッカーするんですかね。ナイスチームですね。ナイスチーム、ナイスチームですよ、まあ、基本的にあのコレクティブにプレーをするチーム、うん、速さカウンターがベースにはなるでしょう、うん、ですごく能力の高い選手もいる、うん、だからアルフォンセル怪我しちゃいましたよね。やりましたね。だから、うん、か出られるか分からなくて、うん、デイビスがいなくなると、うん、非常に戦力的にはダウンします。ジョナサン・デイビッドも良い選手だと思います、うんうんうん、まあ、中盤にもだからそのポルトで試合に出始めた、はい、ね、あのエースタキオもいるん で,、うん、でとにかくチームでプレーするので、うん、プレスも全てチームで動くので、こういうチームがひたむきにやっぱハードワークすると、うん、基本的には厄介ですね、うんうん、誰も 歩かないし、うんうん、サボらないので、だからこういうチームは僕は基本的に応援したくなるチームです、うんうん、基本的には 3-5-2のようなシステムなんですか。そうですね、 3-4-1-2 みたいなシステムが多いみたいで、それこそアルフォンス・デイビスはバイエルンだと左サイドバックやってるんですけど、うん、この間の9月がトップ下とかやってたんですよね、はい、だから、まあ、ちょっとどこで使ってくるか分かんないですけど、ウィン、まあ、出れるとしたらウィングバックなのか、ちょっとバイエルンで見たことないトップ下っていうねデイビス見れるかもしれない。そこはちょっと注目かなって感じがしますけど、ね、なかなかね情報が一般的には出回ってないカナダ、うん、予選の時はね、はい、フォーバック使ってたんです。あ、使ってましたね。最近だからちょっと3に変えたんじゃないですかね、はい、近いところだと3バックには変えてたりする、うんうん、本大会仕様にちょっとチームを組み替えてる可能性はありますよね、うん、あ、グループリーグ見た時の力関係であったりっていうところですかね、はい、間違いなく予選よりもね厳しい戦いになると思うので、うんうん、3-5-2 にして実質5バックみたいな感じで守る可能性はありますよね、うん、はー。続いてモロッコですけれども、モロッコは FIFA ランクで今22位、うん、なので結構上ですよね FIFA ランクでいうと、うん、で2大会連続6回目の出場、うん、アフリカ最終予選だと DR コンゴを2試合合計5対2で破ってます、うん、これ日本でも結構ニュースになってましたけどね、もともとハリルホジッチさんが、はい、あの指揮をしてまして、うんうん、ただ、ちょっと主力選手との圧力とかもあって、うん、今年8月に解任と、うん、予選突破後っていう意味では、うん、日本を指揮した時と一緒の状況になってしまいました。何かあるんですかね、はい、どうなんですかねこだやっぱすごく信念を持ってる人なんで、うん、個性がね、うん、自分のやっぱりこうこだわりというか、うん、仕事に対する誇りが高いと思うので、そうですね、まあ、他の人の介入
を許さないっていうところあるんじゃないですかね、うんうん、だからそのハリフジッツさんが指揮してとかそのジエフだったりとか、うん、マズラビーとかベルハンダとか、うん、結構まあ日本でもちょっと名の知れてるヨーロッパでプレーしてる選手たちもちょっとチームから外したりとかしてたんですよ、ね、うん、まあ、その辺の問題はあったかなと。後任の監督が、レグラギさんという方で、うん、その人が復帰して指揮を取って9月の試合、うん、でまたその GF だったりマズラビーだったり呼んだので、うん、まあ、その辺はチームに組み込まれてくる可能性は高いかなと、うん、で元々モロッコってこうちょっと移民他のヨーロッパの国に移民してる選手が多くて、うん、まあ、だからベルギー、ドイツ、フランス、オランダとかに結構移民が散らばってるんですよね、うん、その辺をの子孫の選手たちをどんどん代表チームに入れて、うん、まあ強化してきたと。ただ、それこそモロッコの言葉が喋れないとかそういう問題があるらしくて、それぞれの国で育ってるんで、うんうん、ドイツで育った選手は大体ドイツ語で育ったりとかするんで、うん、その辺の言語面の問題はちょっとあるとは言われてますね、やっぱりね、うん、まとまりづらいですか、ね、そうですね、みたいですね、やっぱりですね、うん、という、うん、少しこう文化的な難しさも、ね、うん、ありますね、こういう国は異質な、うん、あのマネジメントをしなければいけない可能性のあるモロッコなんですけれども、うん、はい、戸田さんこれどんなサッカーするとかご存知ですか。スーパースターはいないですね、うんうん、ただスーパースターっていうかそのトップレベルの選手は例えばハキミとか、うん、異常に速いでしょ、うん、サイドバック で、うん、でマズラビーも今バイエルンだともうレギュラーになってきたのかな、うん、だからマズラビーが左に入るでしょっていう、うん、だサイスも少し前プレミアでやってましたし、うん、良い選手は揃ってるんですよね、うん、でどっちみちそのスーパースターはいませんから、うん、みんなでプレーはするし、うん、まあ、ここにまたシエシみたいなの入ってくると、うん、まあ、まあ、ブファルももともとプレミアにいたんで、うん、いいレベルの選手は揃ってますから、うん、まあ、そこもうまくなんかこう組み込みながら上を目指すという意味では良い状態になってきたんじゃないかって思います、うん、あとはまあストライカーがエンネシリになるのかちょっと分かんないですけど、うん、良いレベルの選手は揃ってますね。うん、まあ、FIFA ランク22位ということなんで、はい、まあ、日本よりもその ランキング的には上だと。そうですね、まあ、特にだから一番そういう意味では世界のトップレベルっていうのはハキミだと思うんですけど、うん、だから本当にすごいですから。ハキミはすごいですね。本当にすごいね、うんうん、思ってるものが違うっていう感じですよね、やっぱりね。なるほど。まあ、あのどういう風な形でマネジメントされて本大会に合わせていくかというところだと思いますけど、まあ、実力はあるチームだと。あると思いますね。で監督変わってから勝ってるし、うん、まあ、基本サイドアタックだと思うんですけど、うん、サイドハーフサイドバックの連携と、うん、これである程度なんかこう 手堅さも出せるんじゃないかなっていう感じがしますね。なるほど。というとその F グループ意外と、うん、あの難しいグループリーグなのかなっていう感じですよね。だからなんとか一般的にはベルギーと、うん、まあ、クロアチアは実際良いと思うんですけど、うん、ベルギーが分かんないよってところをちょっと加味して考えると、うん、意外にだからモロッコもチャンスあるかもしれない。そうですね、うん、なるほど。そして F グループ最後はクロアチアになりますけれども、はいはい、白鳥さんどんな国なんでしょう。クロアチアはですね今 FIFA ランクが12位ですかね、うん、で3大会連続6回目の出場、うん、で、まあ、前回大会ね皆さんあの記憶にあると思いますけど、うん、準優勝しまして、はい、で去年の、ユーロはベスト16ですかね、敗退したの、うん、で予選は7勝2分け1敗だったんでこちらも首位通過と、うん、でまあ、4年前のメンバーとちょっと比較すると、まあ、マンジュキッチ、はい、ラキティッチ、うん、スバシッチ、うん、あとブルサリコもねこの間代表引退しちゃったんですよ、まだ若かったんですよ、うん、まあ、その辺が抜けてで、まあ前回大会のあれでいうと、まあ、モドリッチ、ブルゾビッチ、ペリシッチあたりが、うん、まあ、健在って感じですかね。で結構このユーロの後からの1年間ぐらいでちょっと世代交代が若干進んで、うん、まあ、最終ラインとか昔あのビーダとかローブレンとか、うん、あの辺が主力だったんですけど今こうグバルディオルって結構ヨーロッパで注目されてる選手がいるんですけど、うん、まあ、その選手が中心になったりとかちょっと刷新されてるような感じですね、うんうん、でまあダリッチ監督は、まあ、前回の準優勝ってところがやっぱり物を言ってそのまま留任してる感じですかね。一時期ちょっとこう縁故主義じゃないかというかそのワールドカップ優勝準優勝メンバーをちょっと重視しすぎたっていう批判もあったんですけど、うん、まあ、最近結構若手も使って、まあ、いい感じの世代交代進んだのかなっていう感じはしますかね全体的には、はい、ということはその主力でいるモドリッチとかブロゾビッチとかペリシッチは、はいはい、まあ、年齢は少し上がってはいるものの、ね、はい、若い選手たちが台頭してきてるっていう感じですか。結構入ってきましたね全体的には、はい、
戸田さんクロアチアはどんな戦術、はいはい、サッカーやるチームなんでしょうか。いやもうあれですよ、終盤、うん、ブロゾビッチ、うん、コバチッチ、うん、モドリッチ、うん、これある意味ここの3枚は大会の中でも一番上に来るかもしれない、うん、そうですね、うん、モドリッチはまだ健在ですし、うん、あとは先ほど言われたように後ろは若返りができて、うん、まあ、グバルディオル左利きのセンターバックなんですけど、はい、うん、すごいっす。多分来年もどっか大きいクラブ行ってると思います。もう80億90億ぐらい取引されるんですかね。いやこの選手は多分来年の夏ディフェンダーでは多分目玉になる選手なんですね多分、はい、あとは左サイドバックのソサもいいですね。一、ね、うん、回ドイツ代表に入ろうと思ったんですよ、ね、そうなんですよね、うん、去年のユーロの時かなドイツ代表に僕入りますって言って、うん、そしたら資格がなかったんですよそれどういうことですか。ドイツから多分そういう風に誘われたんじゃないですか、ね、そうですね、何かこう多分その可能性があって、うん、でダメで、そこからクロアチアに来たんですけど、謝罪しました、すいませんでしたって、はいはい、そしたらちゃんと受け入れられたんですか。一応めっちゃ怒ってましたけどみんな、まあ、スットガルトの選手だからでもいい選手ですよ左利きで、うん、で右はユラノビッチだほら、はい、セルティックだ、そうですね、一緒にやってますね、いい選手セルティック勢だ、粒揃いでいい選手で後ろは若返って、うん、まあ、前にもまだほらペリシッチもいるしね、うんうん、大野大好きペリシッチもいるし、うん、ペリシッチも33歳と覚えないですね。そうですね、両足使えるし、ね、両足できるし、マイエルって選手がいたりとか、マイエルね、うん、フランスでプレーしてるんでしたっけ。そうですね、うん、今レンヌですかね、はい、結構左足のファンタジスタ系というか、この選手はもしかしたらブレイクするかもっていう選手が一人ですかね、うん、多分だ非常にあの闘争心もあるし、うん、あのレベルの高い選手は揃ってるので、うん、まだモドリッチいけるでしょっていう状態にもありますから、うん、いいチームですよ。若返った分はプラスになる。37歳ですけどね。そうですね、うん、信じられないですけどねあの人は、うん、正直、まあ、そういった意味ではそのクロアチアってタレント揃いっていうことですよね、うんうん、うまいけど、うん、戦えますし、そうですね、前回もめちゃくちゃハードワークしてたんですけど、うん、まあ、多分愛国心みたいなところも非常に強いと思って、うんうんうん、だそれがしっかりこう揃った時の彼らのパフォーマンスレベルっていうのはやっぱクラブで見せてるものを超えるんで、うん、確かに。だからやっぱりモドリッチも前回のワールドカップの後のシーズンはちょっとやっぱり調子は落としてましたから、うんうんうん、それぐらいのものはまた出してくるだろうと思いますね、うん、ということであの各国の情報を見てきたんですけれども、グループ F の展望について考えていきたいんですけれども、試合の日程はこのようになっております、初戦がモロッコ対クロアチア、ベルギー対カナダ、うん、そして2戦目がベルギー対モロッコ、クロアチア対カナダ、うん、3戦目クロアチア、ベルギー、そしてカナダ、モロッコとなっております、うんうん、まあ、前回大会準優勝のクロアチアに注目集まるんですけれども、うん、これ戸田さんグループリーグ見てどの国が上がってくるか。クロアチアは来るんじゃないかなと思うんですけど、うん、あとはちょっと僕は分からないなと言っておきます。それはベルギーが、ベルギーが分からないんで分からない、うん、なるほど、うん、はい、これグループ F の鍵握る試合とかってなんか注目してるカードあります？最初のベルギーカナダでしょうね僕は。確かに。で大体こういう大会っていうのは、うん、うまく大会の中で最適解を見つけられることが必要で、うんうん、さっきのベルギーでいうとマネジメントの話でいうとやっぱりなんかそのキャリアがある人をどっかで信じて頼るってのが出てきそう で、うん、で初戦にそれでもし臨んだ時に、うん、まあ、うまくいかないあるんですけど、ここでなんかやっぱり内容的にちょっとしっくりこないな、もしくは結果が引き上げとかに終わったなってなった時に、うん、マルティネスがどうするかで、うん、ベルギーがまず変わって、うん、ベルギーが変わった時になんかグループの勢力図が変わるみたいな感じがするんで、ということはその良くも悪くもベルギーの出来がなんか自分はそう感じてて、うん、グループリーグこれ最後の3試合目がクロアチアベルギーなんですよね、うんうんうん、一番その力があると言われている。そうそう、うん、多分両チーム的にはここまでに決めたいですよね。そうですね、そこがうまくいかなかった時にそのカナダだったりモロッコだったりにチャンスが出てくるかなっていう感じしますね。だから現状ベルギーにそのランキング2の力はないんですよ、うんうん、絶対ないんです、うんうん、でおそらくマルティネスはアザールも多分頼るし、うん、で、あやっぱうまくいかねえかみたいなことが想定しているんですよ、うん、なかなかやっぱりその本当のトップレベルにいた人が一回こう、うん、怪我とかいろんなことがあってダウンした時に、うん、もう一回その頂点のレベルまで戻れるかっていうのは、うん、そのエデン・アザールがエデン・アザールだった時のパフォーマンスっていうのは本当にもう世界のトップじゃないですか。そうですね、あそこまで戻れるかっていうのはなかなか難しいかなっていうのが年齢も含めてあるので、うん、そうするとやっぱりもうちょっとディフェンスプレスもしてくれる、うん、飛び出しもしてくれる、うん、で
柔軟性もあるっていう、うん、例えばトロサールみたいな選手とかを、うんまあ、起用することが必要になりそうなふうに僕は考えてて、うん、そうすると多分デブライネがもっと生きてきたりとか、うん、でデブライネみたいな選手からするとおそらくベルギー代表でのプレーはあんまり刺激的じゃないと思うんですよ。確かにもっと言うと面白くない、うん、なんてかっていうとその戦術的にそこまでこう、うんうん、整理されてないのに、うんあとはルカクどうなの、ルカクがダメだったら誰なんだっていうところがちょっと不安要素なんですよ、うん、怪我もあるみたいなんでルカクはそうなんです、間に合うかどうかっていうところもあるし、でもどうせやるならコレクティブな方を目指した方が今のフットボールで言うと多分正解なんで、ねうん、ルカクの爆発力とかじゃなくて、うん、みんなでなんかシェアをして、うん、動いて動いてデブライネ飛び出すとか、うん、そっちにもしベルギーがシフトできたら、うん、ベルギーはなんか面白くないそうな気がするんですけど、うん、それがどうなるか多分初戦のパフォーマンスと結果で、うんもしか何にも変わらなかったらひょっとすると予選のグループで落ちるかもしれない、うん、なるほど。例えばコンディションの悪いアザールとルカクを無理やり使って失敗とかってシナリオはゼロではないですよね、やっぱりね。いやー、ね、一般的に見るとベルギークロアチア硬いんじゃないかなっていう予想が ねあるんですけれども、うん、鈴木啓太チャンネルだと少し違った展開も予想しておくというところでグループ F の徹底解剖、はい、あえて言ってるわけじゃないですよな、はい、YouTube 的に面白くしようと思って言ったわけじゃないんで、はい、そこはこう大にしておきます、うんはい、ということでね、あの答え合わせはあの本大会の終わってからで終わってからでということで今回はカタールワールドカップグループ F の徹底解剖をお届けしました。次回はですねグループ G を徹底解剖していきたいと思います。戸田さん、白鳥さん、次回も引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ブラジルは本当ランキング通りだと思います、うん、基本的に隙はなさそうです。優勝候補です。戸田さん、セルビアのこうサッカーとか戦術ってご存知ですか？まとまりがまずあるっていうのは一つ、点が取れるストライカーが2人いる、うん、ここをどう強みとして生かすか、